BMW の7シリーズのハイブリッドでございます。こちらディーラーで、車検を受けましてですね、継続車検を受けまして30年11月、29日まで残っております。もうきっちり整備もしてありましてですね、ハイブリッドの状態も秀逸でございます。現在距離の方は 83,718 キロ、今アイドリングストップ状態ですね。外装も綺麗ですけども、内装も本当に非常によく使われ、綺麗に使われておりますので、もう使用感これで8万キロなんだっていうふうに思っていただける内容であるのは間違いないと思います。タイヤの方は、ダンロップのランフラット新品で交換してあります。それだけでももうだいぶお値段いってますけどね、今乗ってる感じで不具合というのはもうほぼないという感じでいいと思います。一応ディーラーさんの方、セントラル自動車さんっていうところなんですね、なっております。で、前期型ですけど、この後後期の、ポジションの方に、レイディランスね、ここに変わる予定になっております。外装の方も後で説明いたしますが、乗っていて全く不安のない状態というのはこういう車両なのかなというところでございますね。あと後で内外装のところ説明しますけど、アシュラーですかね、レーダーの方もついておりまして、もう全部付きという感じで言ってよろしいんじゃないでしょうかね。もう、灰皿とかも使用感なく、全くの禁煙、車ではないかもしれないんですけども、匂いというものはもうほぼ皆無と言っていいような状態でございますね。後ろももうほぼ使ってない状態ですかね。こうやって閉められるんですね、サイズによって。こんな感じで押すと戻ると、このように筆に回ります。肘掛けの中ももう綺麗に使われているのが分かりますね。アクティブハイブリッド7、定価で考えたらとんでもなくお安く販売の金額になると思いますけども、よろしくお願いします。目白自動車でした。